はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、え、どっちのカードでしょう。特別バージョンやっていきたいと思います。え、前回ね、シャープ14では、えー、チャナティプ選手と永田秀俊選手ね、こちらの、えー、92の方ね、普通の TS の方の比べをやっていったんですが、こっちはスター編となっております。まあ、当然ね、スターになるとね、変わりますからね、情勢ね。はい。こちらもやっておかないといけないだろうということでね、なかなか対象になる人はあんまいないだろうけどね。まあ、ちょっとエンタメチックな話として、えー、見ていていただければなと思います。 まあ、TS の方はね、結構被って持ってる人いると思うんでね、まあ、結構参考になったなっていう人がもしかしたらいるかもしれませんが、この比べはね、あんまりね、意味ないのかもしれないね、僕のチャンネルとしてはね、正直ね。まあ、なのでやるかどうか迷いましたけど、まあ、ただここをちょっと触れないというのもね、ちょっとある意味気持ち悪いですからね、それはそれでね、なんかもやもやしますからね、うん。ということで、えー、やっていきたいと思います。 えー、ちなみにスターになるとね、まあ、TS と比べ、TS の比べではね、影響しないところが当然影響してくるんですけれども、まず一つはやっぱりスキル構成ね。うん ま、今年の TS、まあ、特にジーコ選手、中田秀俊選手というのはトリプル A スキルになってますので、まあ、去年出たチャナティップ選手は AAB なんでね、まあ、ここのまずスキルグレードの差がちょっとあるというところと、であとはシーズンまたぎしてますので、えっ、ー、と、ブーストプラスの差がありますというところがちょっと差として、どうしてもちょっとチャナティップ選手がちょっと不利なところになっているので、まあ、あくまで不利だった、まあ、不利、不利だったというか、不利、 なところがある上でで、ののね、比べになりますのでちょっとね若干まあ、えー、ちょっと肩入れするみたいな形になるかもしれませんけどねどうしてもねうんまあえー、しっかりとね、えー、比べていけたらなと思いますよろしくお願いします で、えっと、今回ね、の動画の説明なんですけれども、まずベルマーレ平塚の、えー、中田秀俊選手とチャナティプ選手を比べますと。で、その後に日本代表の、えー、日本代表の中田秀俊選手とチャナティプ選手を比べていきます。ということで、まあ、それぞれちょっとね、分けて、えー、比べていきたいと思いますので、よろしくお願いしますで。ちなみにね、中田秀俊選手のこの2週同士の比べはね、今日の一発目の動画かな、に上がってますので、そちらももし気になる方がいたらね、ぜひご覧になってみてはいかがかなと思います。 ということで、じゃあ早速ね、やっていきたいんですけれども、じゃあまずの、まず最初の、えー、比べとしては、じゃあこちらやっていきましょう。はい、えー、湘南ベルマーレの、えー、中田ヘデトス選手とチャナティップ選手ですね。はい。こあ、湘南じゃない、ベルマーレ平塚ね。<laughs> すいませんでした。<laughs> 間違えました。ということでやっていきたいと思います。えー、ここ比較なんですけれども、えー、まず能力値ね。まあ、グレードは101で一緒なんですけれども、まあ、タイプもバランスで一緒で、能力値ね。うん。 まあ、だいぶ開いたんすかね、差がね。まあ、200ぐらいオフェチは高いね。中田秀俊選手がね。で、あとの能力値は、まあ、総合力が300ぐらい違うんですが、バランスタイプなので、そんなに大きな差はなさそうですけどね。まあ、パワーがね、ここもまあ、前回もそうでしたけど、パワーがだいぶ下がるぐらいかな。うん。で、パワーの方が200ぐらい差があるぐらいで、あとはそんなに大きな差ではなくて、むしろ、 そうですね。スピードとかはね、まあ、チャナティプ選手が勝ってたりとかするので、まあ、ここはドリブルスキルの影響とかもあるんでしょうけどね。うん。まあ、片や中田秀俊選手がね、結構パワー系というか、まあね、あの、シュート系の選手なんでね。うん。まあ、ここはパワーに寄ってるって感じでしょうかね。はい。より良い,いステータスの寄り方をしてると思っていいんじゃないかなと思います。まあ、これどちらにも言えますけどね。はい。で、スキル構成が、まずね、あのー、湘南のね、中田秀俊選手の方が、 えまず、和田積みの矛ね。まあ、これ、超次元の上位ね。で、鋼の心臓。まあ、これ、オフェンスブレイクの上位です。で、高速ドリブルというスキル構成に対して、えー、チャナティブ選手が勝利をえ、えー、呼ぶ天性のドリブラーということで、これ、スペクタクルダブルタッチの上位ね。で、超次元集とキラーパスという組み合わせになってます。で、えー、チームスキルは一緒で、えー、ボナ性も全く一緒で、えー、EP50 パッププラスとオフェンス15パッププラスとなっております。 というところで、えー、比べなんですけれども、まあ、正直ね、TS の、ね、92の延長線上なので、あっちの動画で喋ったことがほぼほぼ全てなんですが、まあ、ただね、その言った通り、AAA スキルか AAB なのかっていうところの差なんですけれども、これはね、正直、 うんまあ、そんなに大きな差には見えないかなっていうのが正直な感想かな。うん。まあ、A と B のこのね、第三スキルの組み合わせが、まあ、縦ドリブルかキラーパスかなんで、この上位スキルに対するすごく良さが出るかっていうと、まあ、音速から高速に変わってもそんなに変わんないしねっていうことでね。まあ、どっち、まあ、そん、まあ、ちょっと良くなるぐらいかな。うん。 なので、まあ、スキル差 A、B でね、あの、ランクの差はあれど、まあ、そんなに差はないと思っていいんじゃないかなと思いますね。はい。というところで比べていくと、まあ、特徴としては、やっぱり縦ドリブルからの、この超次元上位ね、打ち込める、この中田ヘデト選手の、あの、ね、ベルマル平塚のね、分と、あとは、ま、器用なタイプですよね。勝利の夜る部天性のドリブラーで、ダブルタッチからの超次元というところを、 まあ、ウェポンにできる。マ、まあ、チャナティブ選手。で、プラスでキラーパス持ってるというところで、これどっちがいいかというと、これ当然ね、まあもう、もう一度前置きするんですけど、どっちもいいんですよ。うん。どっちもいいんですけれども、まあ、ここも、まあ、TS92 のところで言った通りなんですけど、いや、射程に入りやすいか、対人に強いかなんですよ。うん。で、まあ、上より条件なく発動できるのは縦ドリブルの方だと思うんですけれども、まあ、トップ下の選手として使ってたときに、 まあ、対人一人交わせば超次元のね、射程距離入ることなんてザラにあるので、うんまあ、どっちでもまあ、その、超次元に対して、超次元もしくは超次元の上位スキルに対しての、 この持ち込み方っていうのはね、まあ、それぞれ、それなりに、まあ、すべがあるのでね。まあ、得点力は期待できるんじゃないかなと思いますね。ただ、この、超次元の上位スキルの威力次第ですかね、対シュートセーバーというところがあるので、より、まあ、その威力的に多分有利なのは、まあ、能力値とかからしても、えー、中田秀寿選手の方が有利ではあるかなと思います。ので、まあ、より得点に特化、どっちがよりね、まあ、得点の匂いがするかといったら、まあ、中田秀寿選手の方にはなるんじゃないかなと思うんですが、 じゃあ、チャナティフ選手が物足りないのかっていうと、そういうわけでもなくて、十分な能力値してます。はい。まあ、十分、現環境でもね、十分強い能力値してるので、まあ、これファーも悲観することではないです。はい。まあ、正直、能力値とかがね、まあ、対象が対象なんでね、比べる対象が悪いだけで、まあ、チャナティフ選手がちょっと低く見えますけどね、こう見るとね。1721って普通に今のね、あの、とまあ、限定のトップグレードの選手よりも基礎値高いですから、 まあそれぐらいね、高いということなんで、うん、これは胸をほ、胸ね、もうは、あの、誇っていい能力値なんでね。うん。まあそう見ると比較としてはどうしてもやっぱ得点の匂いとかで考えるんだったら、まあ中田秀俊選手の方がね、威力ありそうですけど、まあこのチャラティブ選手のこのキラーパスとかを、 見て、えー、よりに安定した活躍ができるかっていうと、まあ、このチャナティプ選手の方が安定はしてそうですけどね。うん。一発あるのは、まあ、湘南ベルマーレ、えー、ゃじゃ、もうベルマーレ平塚の、すいません、何回もすいません。ベルマーレ平塚の、えー、中田秀俊選手かな。というところで、えー、評価が分かれると思います。ので、まあ、どっちもいいんですけど、 うん、まあ、ここもよりね、あのー、特徴がちょっと違うんでね、なかなか比べにくいんですけど、まあちょっとでもね、やっぱパスをしてほしいと思うんだったら、チャナティブ選手を使うべきじゃないかなと思うし、もうそういうのはいらないと。いや、もうとりあえず点取ってくれと思うんだったら、より得点に特化した中田秀俊選手を使うっていうのが、まあ、贅沢な比べができる人の心理なんですかね。まあ、それかもこう、前後半で使い分けるとかね。<laughs> まあ、なかなかないと思いますけどね、そういう贅沢な使い方できる人ね。うん まあそれかどっちかはね、まあセンスの付き方によりますよね、クラチャンに回すとかね、まあいろいろ使い方はあると思うんですけど、はい。ここはもう両方手に入ったら僕だったらどうするかな、うん、で、僕だったらね、でもね、湘南の方使いたいんですよね、正直ね。うん。チーム状況的にね。まあそれはやっぱみんなそれぞれね、チーム状況あると思いますし、まあ、トップ下の選手にもなるべく点取ってほしいと思うのか、まあアシストに専念してほしい。プラス、まあ良ければ、まあそういう状況下になった時は、例えば対面状況になった時は、 ねえー、その上位スキルまあこういうスキルで、えー、相手を抜いて長次元打つぐらいのまあそれぐらいの求めでいいのかとかねまあいろいろあると思うんでねそこはちょっと難しいですけどまあ個人的にはまあ、うん、僕のチームだったらねベルマリ平塚の方が合うとは思いますけどうんまあこれはチーム状況次第ですからねうん。 まあ、ここは、ただまあ、これぐらいの選手持ってる人って結構仕上がってる人多いでしょうから、まあ、仕上がってる人からしたら、もしかしたらチャナティブ選手のがね、安定度を求めやすいかったりとかは、するかもしれないんで、まあ、その人によってね、価値は当然やっぱ変わってくるので、まあ、ちょっと TS とね、似たような答えになりますけど、うん。やっぱここはまあ、上位になってもね、そんなに上位の恩恵がそんなに大きくなかったっていうのもちょっと大きいですかね。うん。まあ、高速か音速かぐらいのね、違いだったんでね。うん。 まあ、あとは、オフェブレの上位とかになってますけど、うん、まあ、フェブレの、まあ、鋼の心臓とオフェブレも、そんなに大きな差はないと思っていいと思うんでね。はい。ここは、そんなに TS とまあ変わらなかったのは、そこがちょっと原因、まあ、要因かなと思いますね。はい。まあ、どちらも素晴らしいカードなので、ぜひね、まあ、ここは、まあ、なかなか優劣つけがたいですけど、はい。<laughs> どちらもいいカードと言っておきましょう。はい。では、続きまして、えー、日本代表と、えー、こちらね、チャナティプ選手をちょっと評価していきたいと、あの、比較していきたいと思います。こちらです。 はい。ということで、左が日本代表、右がチャナティプ選手ですね。で、左が中田秀俊選手となってますが、まあ、ここもグレードはね、101同士で一緒で、タイプがテクトバラでちょっと差が出てますと。で、えーまあま、能力値見ていくんですが、ま、あ当然中田秀俊選手の方が後に出てるので、ま、あシーズンも変わってる関係でね、300、なんぼかな、これ370、いや、違うな、340、50か、350ね、ちょうどね、差がありますね。はい。 で、この差がどこに出てるかっていうと、オフェチがまず100ぐらい、まあ、116高いね。あの、日本代表の方がね。で、あとはテクニックが300ぐらい日本代表が高いね。310かな。311かな。で、あとは、まあ逆にチャナテピ選手が高いところとしては、まあスピードぐらいかな。スピードが130ぐらい高いぐらいかな。あとは全部中田秀俊選手の方がちょっと有利っぽいかな。主要ステータスはね。まあディフェアはもう関係ないんでいいんですけど。 まあそんな感じでしょうか。はい。よりテクニックに尖っているのが、まあ中田秀寿選手のね、特徴と言えるんでね。まあここはやっぱり他の選手と比較してもでかいかなと思います。1600はやっぱでかいでしょうね。うん。ということで、えー、まあ能力値はそんな感じで、えー、の、まあここはあとスキルなんですけど、まあこの日本代表のね、中田秀寿選手は AAA スキルの恩恵を結構大きく受けている選手で、まあまず不正出かな。えー、の洗顔術、えー、洗術眼。<laughs> パイクドアサ上位ね。こういうスキルね。 で、長次元シュートと、ここ、レインボーアッチパスになったのでかいね、チップパスからね、当然ね。ただ、このチップパスがトップ下で、まあ、今、主要の 433B でうまくいけるかというと、ちょっと怪しいですけどね。はい。というところはありますね。はい。で、えー、チャナティップ選手がさっきも紹介した通り、勝利を呼ぶ転生のドリブラーで、こういうスキルの、えー、スペクタクルダブルタッチの上位ね。 で、超次元シュートとキラーパスとなってますと。で、チームスキルはスタメンオフェンス強化両方一緒で。で、ボナ戦がテクとオフェの差がありますね。EP50 パッププラスと、えー、型やテクニック15パッププラスで、型やオフェンス15パッププラスとの差になっております。はい、ということで、ここのね、二人の比べなんですけど、正直ね、まあ TS の時も言いましたけど、こっちの方が比べやすさはありますね。うん。で、えー、どう比べていくかなんですけれども、 まあそうね、ここもそのスキルのね、まあチップパスからレインバーチになったことは当然でかいんですが、まあそもそもチップパスが有効だかどうかというとちょっと怪しいところがあるので、<laughs> うんまあこれもね、そんなスキルのこのまあブランクと言いますか、このね、スキルが A と B の差というのもそんなに大きくはないと思いますね。まあここもそんなに、うん、すごくこれで変わったなっていうことはないんじゃないかなと、個人的には思います。はい。 ただね、この中谷哲選手をサイドハーフで使うとかだったらちょっと変わってくるんでしょうけど、わざわざここで使う人はあんまいないだろうからね、まあそれを考えないでいいと思うんで、トップ下ってみるとね、そんなに大きな差はなさそうですね。うん。 でなると、なんですけど、まあ、固有スキルとかになったことで何が生まれてくるかというと、まあ、やっぱり日本代表の中田秀俊選手の方は、まあ、異次元から超次元になったことも当然大きいんですけれども、パーフェクトバサーが固有スキルになったことで、よりこのアシスト感がやっぱ強くはなるんじゃないかなというところで、まず一つあると思うし、で、片やチャナティップ選手はスペクタクルダブルタッチが、これが上位スキルになったんで、まあ、おそらくこのドリブルスキル発動すれば、まあ、ほぼほぼ抜けるだろうなぐらいの、 まあ、スペクタクルダブルタッチでもね、それなりに抜ける感じはあると思うんですけれども、まあ、よりここの安定感が増すということで、やっぱ対人に強くなるというところの特徴がすごく大きい。というところと、まあ、長次元シュート、あ,あ、異次元シュートが長次元シュートになったので、よりこのシュートスキルの安定感っていうのも、まあ、変わってきたんじゃないかなと思いますね。はい。というところで、まあ、こういうスキルの影響とかが出てくるわけなんですけれども、 まあ、チャナティプ選手ね、ここ、キラーパス持ってますけど、アシスト面では圧倒的に、まあ、中田秀利選手の方が有利と言えるでしょうね。で、ここに、まあ、長次元持ってるので、まあ、バランスがいいのは、やっぱ、中田秀利選手の方なんでしょうね。こう見るとね。うん。まあ、優等生かな。うん。で、チャナティプ選手も当然、優等生なんですが、ちょっと尖ってる方かな。まあ、ちょっとシュート寄りなんでね。うん。 だからまあ、どっちも万能タイプなんだけれども、型やパスパスにすごく特化してるカードに見えて、型やどっちかというとパス持ってるけど、まあ一応持ってるよぐらいの感じで、本当のメインはシュートで点を取る方なんですよね。うん。で、これが、まあ、どっちがいいかっていうところなんですが、うんまあこれは難しいけどね、正直ね。ただ、どっちも超次元持ちになったと考えれば、 日本代表の方の恩恵は、まあ、でかいっちゃでかいよね。うん、もともとパサーだって、まあ、異次元だったらちょっとね、っていうところが超次元になったことでもうちょっとマシかなに見えるようになったというところと、やっぱ能力値が上がった関係で、まあ、このシュートスキルのね、能力、あの、信頼性もちょっと上がったというところを考えると、より百まあ、スターのね、恩恵を受けてるのがどっちかって言われたら、まあ、日本代表の中田ヘリト選手の方がより良くは見えますね、どうしてもね。うん。 ということで、まあ、比べとしたら個人的には、これだったら、まあ中田、中田秀寿選手の方がちょっとよく見えますね。うん。まあ、チームに合う人も多いんじゃないかなというところを含めると、こっちの方がよくは見えます。ただ、まあ、チャラティプ選手が悪いわけじゃなくて、まあ、このチャラティプ選手の活かし方なんていっぱいあると思うし、まあ、シャドウで使うとかもあるしね、当然ね、トップスターもそうなんですけど、 ま、このキラーパスがね、うーん、まあ、どれぐらい寄るかでしょうね。まあ、あくまで、ただ、こういうスキルとかになってるんで、どっちかというと攻撃特化したいのカードになってるので、ただ、まあ、得点がね、より欲しいし、プラス、まあ、アシストもして欲しいなぐらいだったら、チャナティップ選手を使うのがベストかなと思いますね。まあ、これは、まあ、さっきのね、ベルマーレの方と一緒なんですけど、まあ、やっぱり比べるときって、やっぱトップ下の選手は特に、どっちを優先してほしいかによるんですよね。 うん、パスを優先をしてほしいのか、シュートを打ってほしいのかっていうところはやっぱね、それぞれ人によって違うと思うんで、まあ、チャラティプ選手の方は一応パスカバーもできるけど、まあどっちかというとシュートにベクトルは向いてると。で、まあ日本代表の方は、中田英寿選手の日本代表の方は、これはもう圧倒的にパスのね、まあ、こういうスキルになったのもあるし、こっちのちょっと色がやっぱよ,より強くなってる。ただプラスで、まあ、異次元が長次元になったことで、これのメリットも結構大きいと。 いうところなので、うん、バランス的にはね、まあ、にまあ、日本代表の方がよくは見えますけど、まあ、人によっては、チャナティプ選手の方が全然ね、良かったりすると思うんで、ここはまあ、そのチーム状況にね、当然また寄ってくると思うんですが、まあ、番に受けするのは中田秀俊選手の方かなっていうのは、ちょっと言っておきたいかなと思います。まあ、ただ、どっちも強いっていうのも言っておきたいなと思います。はい。でよりまあ、トップ下っぽいのは中田秀俊選手かな。うん、こう見るとね、うん、OMF 型ですよね、完全なね。うん。 チャナティブ選手はどっちかというと、まあそうね、シャドウ型にも見えるんですよね、これはね。うん。だからまあそこの差とかがあれ、どう、まあトップ下で使うんだったらどっちかというところはね、まあより自分がどっちを求めるかによって、まあ決めたらいいんじゃないかなと思いますね。まあどちらを選んでもね、仕事はしてくれると思うんでね。うん。ただその仕事のね、仕方が違うだけでね。うん。どっちも効率はいいと思うんで。まあぜひね。 まあこれを例えば更新するかとかになると、更新して例えば今ね、トップシャレチャルティブ選手を使ってますと。で、ここでまあ中田秀俊選手を引いて、スター引いたので入れ替えたいですと。まあそこは他のセンスとかもね、当然影響してくると思うんですけれども、まあそういう時も、まあこの比べのね、 まあそういう特徴がはっきり分かっている状態での比べというのは、まあ比べやすさにもね、まあよるんじゃないかなと思うんで、まあやっぱりね、理解した上でね、しっかりと比べていくというのは大事なんじゃないかなと思いましたね。はい。まあパスに、まあより特化したカードか、まあ得点力を、まあ得点力にベクトルが向いてるカードか、うん、これによるかなと思いますね。どちらも優秀なんでね。長持ちするのは、まあ中田秀俊選手の方かなと思いますけどね。はい。 ということで、えー、まあ、日本代表のね、比べも終わりまして、今回ね、TS スターの方も比べましたが、まあ、あんまりね、まあ、正直スターの恩恵がでかいなと思ったのは、やっぱり日本代表の中田秀俊選手の方かなと思いました。うん。まあ、ここはやっぱスターの恩恵が結構大きくなってるんで、スターになると、やっぱり比べの部が良くなる。うん、タイプのスキル構成というか、ま、あ組み合わせでもあるしね。うん。やっぱ底上げしてる感じがしますね、こっちの方がね。うん。 なので、ちょっと印象は良かったです。なので、92の時よりは正直、ね、この日本代表の中田秀俊選手は、まあ正直ね、ベルマーレの方とかも入れても、まあ一番やっぱり印象がいいかなと思いましたね。はい。ただ、ベルマーレの方のね、超次元の上位スキルもすごく気になるんで、まああれ次第ではね、めちゃくちゃスターの方がいいやんけってなる可能性もね、ありますので、 まあ、やっぱこういうスキルはね、大事ですよね。何をこういうで持ってるかっていうのにもね、まあそのカードの色が当然出るので、まあそれぞれ3人とも違うからね。超次元の上位と、パーフェクトパスタの上位と、スペクタクルダブルタッチの上位だからね。うーん。まあそれが分かれてるのもね、ちょっと面白かったかなと思います。今回比べてみてね。まあスターとやっぱ TS ってやっぱ全然違いますからね。普通の92と101ってね。うーん。 まあそういうところも、まあね、J クラの面白さでもあり、まあやっぱりこういうね、ぶっ壊れカードが、まあ、出ることもすごくいいことだと思うんですけどね、よりね、まあ TS が幅広くなっていった時に、じゃあ誰を3枠使うのかとかのね、選択肢も広がっていくと思うので、まあ今後のね、TS、 事情にはね目が離せないのかなと思いつつまあ楽しみですねこれからねまだまだ23シーズンもね TS 出る可能性十分にありますのでまあそういったところも含めてね楽しみながら、えー、TS を見ていきたいなと皆さんと一緒にね今後も見ていきたいなと思いますのでぜひね今後ともよろしくお願いしますでは今回の動画は以上になりますご視聴ありがとうございましたこれにて失礼しますバイバイ。